ベネトン B199 は、ベネトンフォーミュラが1999年の F1、世界選手権に投入したフォーミュランカー、デザイナーは、ニックワース。B199 のモノコック全部には、フロントトルクトランスファーと呼ばれる装置が搭載された。これは左右のフロントホイールを専用のシャフトで連結し、リファレンシャルギアを介して、トルクを伝達する機構だった。 コーナリング中に減速すると内輪のブレーキがロックしやすいが外輪からトルクを伝達することで内輪のホイールを回転させ続けブレーキバランスを補正することが可能となる。またトランスミッションには変速操作時のロスを減らすためにデュアルクラッチを採用するなど意欲的な技術アプローチがなされた。ドライバーは変更されずジャンカルロフィジュケラとアレクサンダー、ブルツの夫人で臨み、 一回の表彰台を含め入賞は6回、コンストラクターズランキングは6位となった。FTT は装置重量がかさむためメリットを得られるほどの武器にはならなかった。また、1997年型のルノーエンジンをベースとするプレイライフエンジンは性能的にもはやトップレベルとは言い難かった。上落傾向に歯止めがかけられず、 デザイナーのニックワースはチームを離脱した。チームは FTT の開発を中止し、翌年の B200 には搭載しないことを決めた。そのため失敗策という評価を受けたが、2004年に BAR がフロントクラッチパッケージという同種のシステムを開発し、006に搭載したことで、再び注目された。ありがとうございます。